いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ、今回は、シークレットアップでいろいろ検証をお送りいたします。面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあ、それでは参りましょう。検証スタートです。まずは、コーニーの飛行船が墜落。今回は海ではなく、コーニーとサンクチュアリ近くに落ちた。この墜落飛行船にも IO 宝箱が2つ。CG キャノンは今回ないみたいですね。鉄はあまり美味しくない。そして、リルウィップが帰還。セリフに変化はなし。コーニーでも投票寄付ボックスが設置。投票ボックスといえばついにブギーと裂け目の投票もスタート。さあどっちにします？これ飛行船が墜落してきてキャノンもジェットパックも少なくなってきた。移動がこれから大変だと考えるなら個人的には裂け目かな。よかったらね、皆さんのご意見を聞かせてください。続いて、セブン対 IO のバトルがロッキーにて始まった。今回のバトル開始場所は4カ所。この4カ所に最初に近づいたプレイヤーによってバトルが開始。さあそして以前ご紹介したサーベルの倒し方は今回も使える。 IO ロゴに登って撃つだけ。そしてやっぱり今回もマンケーキがいなくなった。続いてピリーがちょっぴり移動。道路沿いのバスの場所にいる。セリフに変化はなし。次はバスを運転する。それのヒントがこちら。隠密作戦クエスト。セブンの偽情報を流すことでイマジンドオーダーを騙すという壮大な計画があった。だが残念なことに誰かが本当の情報のレポートを流してしまったのだ。そして人間大のバナナは優秀な隠密工作員にはなれないと思い知ることとなった。レポートを奪還してくれ。今すぐにだ。この後に壊れた IO タワーを2カ所訪れた後に流れる音声ログ。奪還に感謝する。キーリーには以前の任務に戻ってもらうことになった。運転を学ぶ。これは一体。気にするな。また連絡する。ということで次はこのバスを運転するのでは。そして最終目標はバトルバスの運転なのかもしれませんが、ピリにはくれぐれも安全運転をしてもらいたいですね。さあ続いてライトマシンガンが再登場。レアリティは緑から金。ダメージいきましょう。これなぜかクリエだと紫までしかないので今回は紫でやります。頭が39、体が26。そしてこの武器の最大の特徴は連射。一度に60発撃てる。ただリコイルがえぐい。グルーピング的に約20メートルくらいまでが普通に打てる射程ではないかと思います。指切りをしないと結構ブレブレ。さあ建築はどれだけ貫通するか、ワンマガジンでどれだけの建築を敵に消費させられるかをやってみる。そんなに貫通はしない。ワンマガジンでどれだけの資材を消費するのか。ワンマガジンで150使う。でもこれ以前のチャプター2の時に使ったことがある人は気づいてるかと思いますが、これでもかなり連射が弱くなった。当時はワンマガジンで200消費していた。さあそれぞれ何発で壊せるのか。木は6発。レンガが12発。そして鉄が20発。なんか思ってたよりは壊せない。今回使ったことがない人は一度使ってみてください。まだまだ他にもあるんですが、今回はこの辺でお別れです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上、赤ゴリでした。バイバイ。おつごり。